同じ電荷を持ち反発し合う二つの粒子の周りの電情強度。明るさは電情の強さを表す。場の方向は示されていない。反対の電荷を持ち引き付け合う二つの粒子。場とは物理量を持つもの,の存在が、その金棒、周囲に連続的に影響を与えること、あるいはその影響を受けている状態にある空間のこと。物理学において場は、 時空の各点に関連する物理量である。場では座標及び時間を指定すればある一つの物理量が定まる。つまり数学的には空間座標が独立変数となっているような関数として表現できることがその特徴である。場に配置される物理量の種類によりスカラー上及びベクトル上などに分類することができる。場の各点の値がスカラー、ベクトル、 スピノル、またはより一般的にテンソルであるようなとき、場はそれぞれスカラー状、ベクトル状、スピノル状、またはテンソル状となる。例えば、ニュートンの重力場は、ベクトル状である。時空の点における値を規定するには、その点の重力場ベクトルの要素の3つの数を決める必要がある。さらに、それぞれのカテゴリーの中でも、数、または、 量子演算子のどちらで特徴付けられるかによって、場は古典上、または量子上へと分類できる。場の具体例として、電磁場や重力場などがある。場は空間の全てにわたって広がっていると考えられるが、実際問題として、ある程度の遠距離では、全ての基地の場の強度は検出できないくらいまで弱められる。例えば、 ニュートンの重力理論では、重力場の強さは重力によって引き付けている物体からの距離の事情に反比例する。それゆえ、地球の重力場は宇宙スケールではすぐに検出できなくなる。場を空間中の数として定義する際に、場は物理的実態を持つとみなされている。場は空間を占有し、エネルギーを含み、その存在は真の真空を排除する。 真空は物質がない状態であるが、場は存在する。場は空間内の状態を生み出すことで、その中に粒子が置かれた時に粒子は力を感じることができる。もし電荷が動かされた場合、他の電荷への影響は瞬時に現れるわけではない。動かされた電荷は運動を与えたものからの反作用力によって運動量を得るが、別の電荷への影響は瞬時には伝わらない。 動かされた電荷からの影響力は高速で運動して他の電荷に到達してからその粒子へ運動量を与える。この電荷へ影響力が伝わるまでの間伝えられるはずの運動量はどこにあるのか運動量保存の法則が成立する限りそれはどこかになくてはならない。物理学者たちは力を解析するために非常に便利なものとして 場の中に運動量が存在すると考えることを発見した。この有用な考え方により、物理学者たちは、電磁場は実際に存在すると信じるようになり、現代物理学の全体系のパラダイムを支える場の概念を構築していった。ジョン・ホイーラーとリチャード・ファインマンは、場以前のニュートンの遠隔作用の概念を検討した。電磁場は、 運動量とエネルギーを持つことができるという事実は、場を非常に現実的なものにする。すなわち、粒子は場を作り、その場は他の粒子に採用する。そして、場は、ちょうど粒子が持つ性質と同じように、エネルギーや運動量というおなじみの性質を持つ。場と場の力学を記述する理論を、場の理論と総称する。通常、これは、場のラグランジアン。 またはハミルトニアンを記述し、それを無限自由度の系の古典力学、または量子力学として扱うことによってなされる。数学的な道具立てから、あるいは物理的な背景から、量子力学に基づく場の理論を場の量子論と呼び、それ以外の古典力学に基づく理論を場の古典論と区別することがある。場の量子論は場の古典論を含む理論であるが、場の古典論は 量子力学効果が現れない領域では依然として非常に有用であり、現在も研究が盛んな領域である。物質の弾性、流体力学及びマクスウェル方程式の領域がそうである。物理学において重力相互作用や電磁相互作用など基本的な相互作用とされる相互作用がいくつか存在し、それらに対応する場の理論が研究されている。 統一上理論は重力を除く種治の場を統一的に説明する理論を指す。物理学の基礎研究における一つの目標はそのような統一上理論を得ることである。古典上の力学は通常上の成分の単位であるラグランジアン密度によって規定され、その力学は作用原理を用いて記述することができる。マイケル・ファラデイは 時生の研究の中で初めて場の重要性を物理的対象として認識した。彼は、電情及び磁場は粒子の運動を決定づける力の場であるだけでなく、それらはエネルギーを蓄えており、独立した物理的実在であると考えた。この発想は、最終的にジェームズ・クラーク・マクスウェルによる電磁場の方程式の導出へとつながり、物理理論の中で、 最初の統一上理論として結実した。これらの方程式の現代的な形は、マックスウェル方程式と呼ばれる。19世紀の終盤、電磁場は空間中の2つのベクトル上の集合として理解されていたが、現在では、これは時空の中の1つの2回反対焦点ソル上として理解されている。アインシュタインの重力理論である一般相対性理論は、 もう一つの古典上の理論である。ここでの原理上は、時空の中の2階の対象テンソル上である、軽量テンソルである。一般的な設定では、古典上は、ファイバー束の切断によって記述され、それらの力学は、ジェット多様体の観点から形式化される。BRST 理論では、ゴースト状などの奇数の場が扱われる。軽量的多様体と超多様体の多様体上で、 奇数上の異なる記述が存在する。熱的に由来だ古典上はどの点でも微分不可能なので有限温度の古典上をきっちり扱う場合には連続確率上の方法を用いる必要がある。量子力学はすべての物理検証を説明する理論であると多くの研究者によって考えられており、場の古典論は少なくとも原理上は 量子力学によって書き換えることができるはずである。これに対応する理論として成功しているのが場の量子論である。例えば古典電磁気学の量子化は量子電磁力学を導く。量子電磁力学は非常に成功した物理理論の一つである。実験データはこの理論の予測精度が他の理論のものと比べて顕著に高いことを示している。 他の二つの根本的な場の量子論は量子植理学学及び電弱理論である。これら三つの場の量子論は素粒子物理学のいわゆる標準模型の特殊な場合としてそれぞれ導出することができる。重力の場の古典論である一般相対性理論は未だ量子力学的な取り扱いに成功していない。古典上、または量子上において その中で場を分類する便利な方法は、場の持つ対称性によって行うものである。物理的対称性は、通常2つの型が存在する場は、時空の変換の下での振る舞いによって分類されることが多い。この分類で用いられる用語は次のものがある場は、時空対称性に加えて内部対称性も持つ。例えば、多くの状況で、 時空スカラーのリストである場が必要となる。例えば、天気予報において、それらは、気温、気圧、湿度などであろう。素粒子物理学において、クオークの相互作用のカラー対称性は、アイソスピン、またはフレーバー対称性と同様に、強い相互作用の内部対称性の一例である。もし問題の対象の成分が、時空を含まない変換による対称性を持つなら、 その時この対称性の集合は内部対称性と呼ばれる。内部対称性の下での場の変化を分類することもできる。ありがとうございます。